ジャンクリストフ、ロマンロラン、前回の続きからです。ローザの母の方はそれほど我慢強くなかった。何でもよく目が届くフォーゲル夫人は老いる老人と共に。 クリストフがよく隣の若い女と話をしていることに間もなく気づいた恋物語を推察するに固くはなかった他日ローザとクリストフとを結婚させようという彼らの密かな計量はそのために障害を受けた相談もせずに勝手に決めたことだしクリストフにも分かっているはずだとは言えなかったけれど それでも彼らにとっては右のことはクリストフから仕向けられた直接の侮辱のように考えられたアマリアの先制的な心は人が自分と異なった考えを持つことを許せなかった幾度となくザビーナについて吐いた霊表をクリストフからないがしろにされたのがいかにもいまいましく思われるのであった。 彼女ははばかりもなくその霊表を彼に繰り返し聞かせた。彼が傍らにいるびごとに彼女は何か口実を設けて隣の女の噂をした。最も侮辱的な事柄を、最もクリストフの気に障るような事柄をわざわざ探し求めた。そして彼女の生々しい目と言葉と思ってすれば。 それを見施すとともにまた害悪をなすすべにおいても男よりずっと優れている女特有の残忍な本能から彼女はザビーネの怠惰や道徳的弱点よりもむしろその不潔なことを多く言い立てた彼女の厚かましい詮索的な目は窓ガラス越しに 家の奥まで入り込みザビーネの粉飾の秘密まで見通して不潔な証拠を探り出し彼女はそれをずうずうしい満足さで並べ立てた礼儀上すっかり言い尽くされない場合には口で言うより一層ほのめかしたクリストフは恥辱と憤怒とに顔色を変え布のように青白くなり唇を震わせた ローザはどういうことになるかわからない気がしてやめてくれと母に願ったザビーネを弁護しようとさえ試みたしかしそれはますますアマリアの更生を激しくさせるばかりだったそして突然クリストフは椅子から飛び上がった彼はテーブルを叩きながら怒鳴り出した そういうふうに一婦人のことをうわさし、その今をのぞき込み、そのあさましい事柄を並べ立てるのは、卑劣、極まることだ。一人離れて暮らしゆき、誰にも害をなさず、誰の悪口も言わない、善良な美しい穏やかな人。それに対して憤慨するものは、極めて意地悪なやつに違いない。しかし、それで向こうの人を傷つけたと思うのは、 大した間違いだ。それはただ向こうの人にますます同情を集めさせその善良さをますます目立たせるだけだアマリアはあまり言い過ぎたと感じていたしかし彼女はクリストフの訓戒が尺に触ったそして論法を転じていった善良さをうんぬんするのはわけもないことだ 全量という言葉を持ってすれば何でも許される。なるほど、決して何にも手をつけず、誰にも構わず、自分の義務を尽くさないで、それで全量だとされるのだから、至って便利なものだ。それに対してクリストフは答え返した。第一の義務は他人に対して生活を楽しくなしてやることだ。しかしながら、 醜いこと、不愛想なこと、人を嫌がらせること、他人の自由を妨げること、人を苦しめること、隣人や召使いや家族や自分自身を損なうこと、それを唯一の義務と心得ているようなやつが世にはたくさんある。そういうものどもやそういう義務は疫病とともにごめん被りたいものだ。は、 激烈になっっていったアマリアは極めて過極になったクリストフは一歩も譲らなかったそして最も明らかな結果としてはその後クリストフが絶えずザビーネと一緒のところを見せつけようとすることだった彼は彼女を訪れて戸をたたいた。 彼女と快活に談笑したそのためにはアマリアやローザに見られるような時を選んだアマリアは激烈な言葉でそれに報いたしかし正直なローザはそういう残忍な妙景に胸を絞られる思いがした彼が自分たちを下げすんでいることを彼が復讐しようとしていることを 彼女は感じた。そして苦い涙を流したかくて幾度となく不正の苦しみを受けたことのあるクリストフは今や他人に不正の苦しみを与えることを覚えたそれからしばらくたった頃この町から数里隔たったランデックという小さな町で粉屋をやっているザビーネの兄が「 息子の洗礼式をあげた。ザビーネは凶母だった彼女はクリストフを招待した彼はそういう祝い事を好まなかったがフォーゲル一家の者を嫌がらせかつザビーネと一緒にいられるという満足のために早速承知をしたザビーネは断られることは分かっていながらわざわざアマリアとローザとを招待して わな楽しみを味わった果たして彼女らは断ったローザは承諾したくてたまらなかった彼女はザビーネを嫌ってはいなかったクリストフが愛しているので時には愛情でいっぱいになる気持ちがすることもあったザビーネにそのことを言って首に飛びつきたかった しかし母が控えていたし母の実例があった彼女は呆然と心を引き締めて招待を断ったそれから彼ら二人が出発してしまった時二人が一緒にいて一緒に楽しくしていてこの七月の麗しい日にちょうど今頃は野を散歩しているだろうと思うとしかも自分は口やかましい母の傍らに 山のように渦高い繕いものとともに部屋の中に閉じこもっているのにと思うと彼女は息が詰まるような気がしたそして自分の自尊心を呪った「ああもしまだ間に合うなら」だが間に合ったとしてもやはり彼女は同じことだったろう。 こなやは自分の腰掛け馬車をやってクリストフとザビーネとを迎えさせた二人は途中で数人の招待客を乗せてやった天気は爽やかで乾いていた野の中の桜の実の赤い房がうららかな太陽に輝いていたザビーネは微笑んでいた その青ざめた顔は精神な空気のためバラ色になっていたクリストフは膝の上に女の子を乗せていた二人は互いに話そうとしなかった誰かまわず隣の者にそして何事にかかわらずただ話しかけたそして互いの声を聞いて満足し 同じ馬車で運ばれているのに満足した人家や樹木や通行人などを互いに指し示しては子供らしい喜びの目つきを交わしたザビーネは田舎が好きであったしかしほとんど行ったことがなかった富士の平らな性質のために少しも散歩を試みなかった もう万一年近くも町から出たことがなかったそれでちょっとしたものを見ても面白がったそんなものはクリストフにとっては少しも真新しくなかったしかし彼はザビーネを愛していたそして愛するものの常として彼女を通して全てを見ていた 彼女の喜びのおののきをいちいち感じさらに彼女の情緒を高まらせていた彼は恋人と一つに溶け合いながら自分の一心をあげて彼女に与えきっていたのである水車場へ着くと農家の人たちや他の招待客が中庭に集まっていて非常な大騒ぎで二人を迎えた。 鶏やアヒルや犬などが声を合わせていた粉屋の,のベルトルトは金色の髪で頭も肩も四角張りザビーネが小柄なのと同じ程度に肥大で快活な男だった彼は小さな妹を両腕に抱き取り壊れやしないか気遣っているかのようにそっと地面に下ろした。 小さな妹は例の通りその大男を勝手に取り扱いしかも大男の兄は彼女の村家や武将やたくさんの欠点を口重も,もしくあざけりながらも足に接吻せんばかりにうやうやしく仕えていることをクリストフは間もなく見て取った彼女はそういうことに慣れていて当然のことだと思っていた。 当然のことだと思っていてどんなことにも驚かなかった彼女は愛されるためにも何にもしなかった彼女にとっては愛されるのが全く自然のことらしかったもし愛されなくとも彼女は平気だったそのゆえにまた誰でも彼女を愛した クリストフはなおも一つ発見したそれは前のほど愉快なものではなかった洗礼式はただに恐怖を仮定するばかりでなくまた恐怖をも仮定するものであるそして恐怖は恐怖に対してある権利を持っているもので恐怖が年若くてきれいである時には恐怖は大抵その権利を捨てるものではない ところで金髪の乱れた縮れた耳をつけた一人の百姓が笑いながらザビーナに近寄ってその寮の方に接吻した時クリストフはそれを見てにわかに気がついたそういうことを今まで忘れていたのはバカであるしそれを気にかけるのはさらにバカであると彼は考えるどころかかえって。 あたかもザビーネがその闇討ちにわざわざ自分を陥れたもののように彼女を恨んだ式の続く間彼女と別々になっていると彼の不機嫌さはなお募ってきた牧場の間をうねってゆく行列の中でザビーネは時々振り向いて彼の方に優しい目つきを送った彼は見ないふりをしていた 彼女は彼が怒っているのを感じその訳も察していたしかしそれでも彼女はほとんど平気だったかえって面白がっていたもし愛する男と本当に仲違いをしてもたとえそれに心痛を感じようとも彼女は決してその誤解を解こうとはついほども努めなかったろう それは大変骨の折れることに違いなかったどんなことでもついには一りでによくなってゆくものである食卓でクリストフは粉屋の細君と頬の赤い太った娘との間に座った彼はその娘に従ってミサに劣してその時は別に気にも留めなかったが 今少し見てやろうと思いついたそして相当の要望だと思ったので腹いせのためにわざとザビーネの注意を引くように大声にちやほやした彼はうまくザビーネの注意を引き得たしかしザビーネはどんなことにもまた誰にも嫉妬を感じるような女ではなかった自分が愛されてさえおれば その人がなお他のものを愛しようとそんなことには無関心だった腹を立てるどころかクリストフが楽しんでいるのを嬉しがった食卓の向こう端から最もあでやかな笑みを彼に送ったクリストフは孫ついた